仕事量が多すぎます。私たち3人もいるのに。彼女は一体どうやってこの量を。あら、あなたたちは。お前ら、行幸の手下じゃないか。ここ行幸様の秘書です。関羽様を見かけませんでしたか、旅人。もう何日も絶雲の間から帰ってこないんです。彼女はリーウェ七世全体を補佐している秘書で、前に仙人たちがリーウェの罪を問いただしに来た件、そのため関羽様を使者とし、でも本当なら関羽様はとっくに帰ってきて仕事をしている。なるほど。ついでに観光してるんじゃないのか。それはないでしょう。関羽様はリーウェ一の働き者です。毎年の休暇期間ですら関羽様はまだ仕事があるからと月海亭に残っているのです。そのような方が隙を見てサボるなんて想像もでき。そうなのか。でもあいつも半分仙人なんだから。そんなの、彼女のこのありえない仕事量に。はあ、最初は3人もいるのだから。うん、まさか普段の関羽様の仕事量が私たち。もうどれくらい働いたか分かります。つまりめっちゃ。ところで旅人さんは絶雲の間に自由に出入り。当然、何回も行って。よかった、私たちの代わりに絶雲の間に行って関羽様。はあ、助かりました。もう時間です。早く戻って仕事をしなければ。いや、先に行幸様に残業代について。関羽は龍雲釈風神君のところに行ったのか。確か急いで行くぞ。そこで関羽に会えるといいな。私はもう属性から。関羽は七星の秘書を辞めたのか。帰ってきてほしい。それなんでだ。これが歴史の流れにおける。千この前仙人たちがリーウェ公、仙人の血を持つ私に手紙を届け、リーウェに戻った後、今回の仕事は私をリーウェから追い出す口実。二人は優しいのですね。千年ぶりに絶雲の間に戻り、山の間を。なあ、でも騒いでいるのは誰だ。あ、龍雲釈風。ただの冗談だ。おお、さす。関羽と昔話を語りに来たのか。おや、任せよ。話題探しはわらわの得意分。そうだ、関羽の友人たちに。ちょっと、龍神君。恥ずかしがるな。お前の可愛い子供時代の話聞きたいぞ。小さい頃の関羽はな、頭の角を撫でられるのが大好き。わらわが面倒を見ていた時はいつも角を撫でて寝かし。へえ。その時のカウンはコロコロに太っていてな。どれく。ある日、カウンは仙人を訪ねてきた人にぶつかってな。まさか、びっくりして岩の隙間に丸ふ。龍雲神。もういいです。そろそろ修行の時間ですので。先に失礼します。ふむ、
そうか。それよりもこのような形であの子に関すること。千人の中、キリンは人獣だ。甘露を飲み、カカを食す。だが絶運の間の仙山と仙境は、あの子の人間の部分にとっては寂しすぎるのかもしれぬ。昨夜、カウンが月光に照らされた崖で一人山々を眺めていたのを見た。限りのない雲海はあの子を覆い隠すようだった。あの子は孤独だった。だから属性に帰るよう説得しようとしたのだが、その時こんな言葉が聞こえてきたのだ。リーユエコーは絶雲の間よりも孤独です。絶雲の間で雲を眺めるのは一人でいることに対する孤独です。でもリーユへの人混みの中で感じるのは人ではないものの孤独です。そして、わらわは偶然にもカウンの思いを聞いてしまった。心の悩みとは、己の…ああ、確かにそうだな。一人で落ち込んでても仕方ない。しかも、リーユエに捨てられたっていうのも誤解…あ、そういえば、さっきカウンが言ってた…あの子は戻ってきてから、ずっと仙人の感覚を取り持って、今は修行に備えて奥蔵さんの南へ向かっているだろう。わかった。早速。でも、やったー！仙人の感覚を取り戻すため、今は少しあの方の趣味嗜好が混ざっていますが、いえ、旅人さんが秘めている実力は私たちにも引けを取らないものです。準備ができたら始めましょう。確かに龍雲神君が好きそうな内容だな。射撃が得意なんだな。すごい。先住血脈の視界がどのようなものであるか知れば、それほど驚くことではありませんよ。
ていきます。順調ですね。どうですか、大変なのは仙人だけでなく。修行が終わったけど、カンはこれからどうするつもりだ？まだ終わっていませんよ。龍雲神君の修行はまだ最初の段階に過ぎません。おお、つまり他のせ…いいえ、私のすべて…どいつ…コウマ体制です。うえ、あの冷たくて自分勝手なショウがお前のために修行をか…私も近づきがたいと思っていましたが、彼と向き合うことも隠居の…彼はもう私を待っているはずです。当たり前だ。30分遅れたな、人間の足。すみません、龍雲神君のところに。言い訳も許しを請う必要もない。我はただお前に修行を立て。先生になった将は厳しすぎるぞ。仙人でも人でもないその身を俗世においては迷いが生じるのも必然。修行の前にお前は自身の内側と向き合った方がいい。私は何も隠していません。肉体と魂は一心同体。魂に迷いが生じている時は肉体から打開策を見つけるのも一つの。我の修行ではお前の肉体に秘められた。はい、準備はできています。熱々でしょ？
ちか。狂乱、痛いから我慢しろよ。言いつけられた修行を完了しました。報告は必要ない。他人からの評価とお前の修行の結果は自分自身で感じろ。はい、覚えておきます。ショーは何に対しても独特な考えがある。明日はさらに修行の難易度を上げる。お前は厄介な奴がやってきたな。あとはお前に任せた、カンウ。これ厄介なやつ？なんと、帝君のご加護のもと、ついに仙人と出会えるとは。あなた方はこのやっ、よかった。私は神て仙人を訪ねてきた。うん、私も仙人です。修行中の仙人ではあり。よかった、無駄足にならずに。では、何を恵んでくれます？うん、なかなかそこの、尋ね人よ。無償？つまり、仙人の恵みには。そういうわけではありません。ただ、何もせずに全てを手に入れるのは他人に不公平です。ええ、分かっておりますとも。その話、それはあなたの父もその苦労と幸せを過ごしてきたからで。あなたの年なら実態のつかめ。あなた本当に仙人ですか？仙人のふりをして金を騙し取ろうとしてるんじゃないだろ。なんだ、突然怒り出して。お前言われてみれば確かに。カン、もういい。ほっ、お前みたいなやつさっさとどっか行け。はあ、カンウ、あんな失礼なやつは気にしなくていいんだ。あ、いえ、彼の態度ではなく、ただ私は絶運の間に戻り精一杯修行に励め。さっき彼に質問されても、私は。でも林雄校はもう私を歓迎していません。そうだぞ、こいつの言うことをし。はあ、わかりました。リーウェコーに もし私の反…やっと一歩進んだ。まさか帰る。そうですね、それきずっと山を眺めていたので高校周辺に向かいましょう。
見慣れた高校、懐かしい海風の匂い。そんなに長い間離れてたわけ。仕事が忙しすぎて。確かに、ここにいた時の絶運の間の修行と似たようなものです。もしや関羽お姉さま。まさかこんなところでお会いできるとは。このじいさん。紹介がまだでした。問題ない、教えてやってください。リーウェの天王寺はリーウェ七世の。なんだって？教皇と同じ？しー、この高校で釣りや散歩するのがわしの。ほとんどの人はわしを物忘れ。ご謙遜を。天王寺はお年を召されていますが、人望があって。勘をね。天王寺、あなたの今の立場では。おお、すまん。年少からの癖が抜け、わしが七星になったばかりの頃。なるほど、数十年来の知り合い。そんな、七星の秘書として当秘書といえば、はあ、どう話せばいいか。はい、月海亭の謙信は私の後輩です。いや、詳しいことはわしも知らぬのだ。月海亭に行って様子を見て。喜んで。七星の悩みを解決。いつの間にかキャラが戻ってるな。それじゃ。先輩、どんなに忙しい時で。お久しぶりです、謙信。でもあなたが困っていると聞いたので、何か手伝えること。父上が先輩におね。また七星の身分を利用して先輩の手を煩わす。気にしないでください。月海亭の子パンは優秀な秘書だけじゃなく、何があったのか。はい、その納税に英発商店と万有商法、この2件の納税状況が明らかにおかしいのに、聴取したり帳簿を詳し証拠がなければ。なるほど、よくあることです。つまり先輩には解決策があるということです。当然です、同じようなことを何百回も処理してきましたから。今回はどう対処すべきか少し考え。ふむ、今回はこれでいきましょう。誰かを最も理解している。え、英発商店と万有商法は商品分類や市場。それなら。それなら、あ、わかりました。カウン先輩、カウン先輩が言いたいのは互いに告発させるということですね。その通りです。まずは万有商法に向かいましょう。オーナー。はい、そうです。お、この前会った。何考えすぎです、博来さん。
万有症、仮にそのような機会があったとしても。なに？くそ、刀匠のやつ。はい、A8商店は信用できます。おや、何が言いたいのです？騙されないでください。あいつの腹、あいつの納税書を見せてください。随分と A8 商店の経営状況について詳しいようですね。当然ですよ。あいつらに取り、あいつらが金を稼ぐことは俺が損をすることよりも辛いんです。ではこの納税書を見てください。あなたの意見を参考に。え、よしよし、一言一句。あった、年始に半軌道から仕入れた高級木造家具がありません。この納税書を見てください。どこにも書いてない。金は全部こいつの懐です。なるほど、この取引に関する全ての証拠を消したのか。だから言ったでしょ。でも先輩、それでも口では何もなかったとして。ええ、すでに全ての証拠を隠滅しているでしょう。そうだ、半軌道のルージーは当初の言う。そうだといいのですが。半軌道に向かいましょう。悪事を暴いてくださり。いやいや、当然のこと。証拠を見つけたら。警察層に行くのなら私は。まだ仕事が残っているのでしょう。大丈夫、私たちで行きます。はい、ありがとうございます。今の雰囲気は気持ちがいいですね。ようこそ。どんな用件で来たのかな。もし弟子入りに来たのなら大歓迎だ。警察層はかわいそうで。そこのトンネルの、聞こえてるぞ。はい、ごめんなさい。ルージー、私たちは聞きたいことがあってここに来たのです。そうか、いや気づいておったよ。七星がこのような老いぼれを気にかけるはず。ルージーは話が早い方ですね。私たちは A8 商店、当初年始に当初がここで家具を注文したそうですが、領主 A8 商店との商売か。博来さんの言う通りですね。では証拠品として領収書を。もちろん、だが今はここ半軌道は作業と完成品を置く場所と帳簿のようなものは全部に。だが最近厄介な奴らが倉庫を占領してしまってな。お、証拠品が必要ならお前さんたちで倉庫へと。なるほど、状況は理解しました。では頼んだぞ。わしは仕事に。倉庫を取り戻して証拠品を見つける。待ってください、あそこに怪しいものが。あれはあの服、ファデュイだ。リーユエコーに対して何かよからぬことを企んでいるに違いありません。ルージーの倉庫を占領した悪いや。魔人が港を襲った事件、ファデュイと何か。その上私はあの者たちの悪、七星の秘書の直感です。それなら待つ必要。すみません。くそ、みんなは俺が守る。冷静に盛り合わせ。いや。
お前ら痛い目は十分見たでしょう。あなたたちの計画を白状しなさい。計画？何の計画だ？さっきのはただのお仕置きです。ただもしあなたたちがリーユエにしようと、私も本気を出さざるを得ません。本当に何もないんだ。何もないのなら、なぜファデュイの部下が突然検索層に現れたのです？そう聞かれると確かに不自然だが。だが？でもここにはラズベリーを取りに来ただけなの。ふむ。あなたたちがそのようなつまらない言い訳をする。本当だ。気晴らしに朝から外出してたんだ。よく考えてくれ。俺は一人も仲間を連れてきていないし。かわいそうな目をしてるぞ。なら、半軌道の倉庫が占領。半軌道の倉庫？それどこにある？本当に。つまりルージーの倉庫を占領した。私もこの者は本当のことを言っているような。うわあ、私の判断ミスです。申し訳ございません。先ほどの揉め事は私個人の判断です。何か一揉め事？この女、今の総務者は絶対に俺たちファデュイの味方をし。ええ、その通りです。無論オイラたちもさ。くそ、ここまでコケにさ。どうするのです？ラズベリー狩りを続ける。かわいそうだけど。お目汚し失礼しました。仕事から少し離れていたので。大丈夫だ、ファデュイに行った。では。
先輩、本当にご迷惑をおかけ。後輩を助けただけです。気にしないで。はい、これが A 発商店が半軌道に。ありがとうございます。これがあれば。ええ、一緒に A 発商店へ行ってオーナーと。これはもう言っただろうと、まだ仕事があるんだ。わけのわからない。残念ですが、早めに認めることをお勧めします。そんなはずはない。俺はずっと真面目。説明が足りなかったのでしょうか。どうしよう。明らか、もう言い訳もできないみたいだ。ほら、帰って。道将さん、これを。これは半軌道。俺は脱税の事実を認めるのか。はあ、これを見つけられると。確かに博来さんの手助けがなければ。博来万有商法の人のことを。あら、道将さん、その言葉。後のことはもう大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。やっぱりカウン先輩はすごい。誰かを最も理解し、どうやってこのようなことを思いつくのです。あなたの父上天数様。敵同士が互いに牽制し合うのを安全な場所から眺め、それが天王寺が何年も七星の座に。あなたは天王寺の娘ですから、自然と父上のやり方も受け入れられるはずだと思いました。だから父上のやり方を実演。そうなのですね。もしかしたらカウン先輩、本当にありがとうございます。カウンは仕事の問題だけじゃなく家族の問題。こんなに助けてもらったんですから必ず。いえ、お礼なんて。ならせめて食事をご馳走させてください。もちろん、カウンも行くよな。食事だけなら。やった。実はもう新月券を予約してあるんです。ええ、わかりました。来てくれてありがとうございます、先輩。気にする。準備ご苦労様です。実は先輩、さっきの。そうですか。助けが必要ならためらわず直接言ってください。いや、助けが必要なわけでは。喜んで。私は小さい頃からカウ先輩のお話、父上のこともとても尊敬していますが、いつもあなたの背中を追いかけて私は月海亭にやって。そのように思ってくれていたのですね。でもやはり月海亭の秘書の仕事はとても大変です。私は先輩のように優秀ではありません。そんなことありません。謙信はとてもよくやっていますよ。ありがとう。数年前私にも娘。私の影響で娘も当時の私と同じように月会で。でも正直心配でした。でも今回のことを通して私はあの子を応援すると決めました。それはなぜ。あの子が将来カウという先輩に出会えるからです。カウ先輩は優しくあの子を導き、その情景は素晴らしいものだと思いました。
だから20年後のことも先輩に頼みました。ケイシ、私の存在が先輩が父上のやり方を見せてく立ち会いに。確かに私は何千年も、でもそれはずっと私に。ケイシ、あなたのさっきの話は岩王帝君との契約以外にも、このリーユエコーの人々、私を頼り認め。当たり前です、あなたそうだぞ。いや、仮に本当に追い出されてたとしても、あなたの思いに応えるためにも、これからも契約を履行し、とにかく戻らなければ。私がいなければ。さて、仕事です。時間を無駄にはできません。頑張ってください、先輩。もう行くのか。百式、大丈夫ですか？見て、見てください。こんなところでサボっているなんて。そんな、私たちもうずっと働いていて、こうしてカウン様と会う前に倒れてしまった。カウン様、会いたかった。あら、私たちはただの顔見知りですよ。ここ最近朝も夜もカウン様が帰ってきて仕事を引き継いでくれるのを願って。今のあなたはまるで仙人様が救いの手を差し。以前のライバル心はもう忘れました。ただ早く仕事。はいはい、わかりました。では今手元にある仕事を政務、商務、民事に分けてください。残りは私に任せれば大丈夫です。はい、すぐやります。やっと助かった。あ、そうでした。もう一つ、旅人さん、感謝します仕事関係以外で人の友人、仕事を終えたらお礼として。でも、未来のことはまた後で悩むことにしましょう。剣に誓う。